山田です。今日はね、ちょっとこれはまあ一旦事実のまあ共有やら確認を先にしておいて、まあそっから皆様はどう思われますかみたいな、まあそういう問いかけの動画に、まあこれはちょっとしようかなと思っております。まあ僕自身の感想もお話しするんですけどね、ちょっと前にですね、ヨーギラスのコミュニティデイがあったじゃないですか。で、ヨーギラスのコミュニティデイのその当日ですよね、の動画およびその翌日とかにもですね、僕動画出したんですけれども、まあとあるですね、不具合というか、まあナイアンティック側のまあミスですかね、はい、っていうのがあって、まあそれに関してまあちょっとこれはみたいな、まあそういった動画出したりとか、そもそもまあツイッターとかですよねの方でもまあかなり話題になっていたんですけども、これに関して実はちょっと良くない形の続報が流れてまいりました。なんか惜しいなーってとこですかね。まあなのでちょっと今回はですね、その辺のまずはいきさつというか、どういったお話なのかっていうところと、あとはまあそれについて個人的に思うところですかね。もうちょっと動画の中で発信していこうと思います。ぜひ皆様のご意見もね、コメントにいただければなというふうに思います。それじゃあやっていきましょう。はい。まあ、じゃあそもそもですね、コミュニティでヨーギラス何があったのか知らないよという方のためにですね、まずは、まあ、ことの発端ですよね、についてお話ししていこうと思います。まず、まあ、1月のコミュニティデイって2回あったんですよね。通常のコミュニティデイ、これがハリマロンですよね。まあ、今まで色違いがゲットできなかった、ハリマロンが、まあ、色違いが来て、さらにですね、まあ、御三家ということでハードブランドを覚えたと。で、2回、2回目のコミュニティデイですよね。こちらが復刻コミュニティデイというやつですよね。これ昔から、まあ昔って言ってもそんなに昔もないんですけども、ちょっと前からですね、こう、ナイアンティークがやっているものでして、過去に人気だったポケモン、優秀だったポケモンっていうのをピックアップして、復刻コミュニティデイという形で、通常のコミュニティデイとはまた別の、まあスケジュールですよね。で、こうやられると。ただ、毎月開催というわけではなくて、各月と言いますか、やる月、やらない月がありますよ、という、そういったものですね。で、今回が、1月、ヨーギラスのね、復刻コミュニティデイという、非常に人気のね、あるポケモンじゃないですか。まあ、なので、かなり参加しているプレイヤーさんの数が多くてですね。で、まあ、1月からちょっとまた、もう一回やるぞみたいな、そういったプレイヤーさんが多かった印象ございます。僕も実際そのロケですよね。1月のコミュデイね、2件とも両方やったんですけども、復刻なのにヨーギラス、やっぱすごく人がいて、盛り上がってるなというふうに思ったんですね。で、そんな、ヨーギラス復刻コミュニティデイで、起きた、不具合何かというとですね、チケットですよね。はい。っていうのが誤って配布されてしまったと。このチケットというのはですね、このコミュニティデイですよね、に対応したものですね。チケット、ポケコインではなくてね、まあ、日本だったら日本円で購入して、それでも入手できるチケットっていうのが確か120円のやつですね。はい。非常に安いんですよね。ただ安いんですが、それを購入しておくと当日、スペシャルリサーチが、配布されまして、で、これをこなしていくと、まあ、ヨーギラスの飴だったりとか、まあ、ヨーギラスとかサナギラス、バンギラス、まあ、高校対地のやつが入手できたりとか、経験値がもらえたりだとか、値段で考えるとかなりお得なチケットですよね。で、これっていうのはそのイベントちょっと前ぐらいからね、まあ変えて、今だとフレンドさんに送ることもできると。はい。っていうものなので、まあ課金全然しなくても正直コミュニティで楽しめるんですけど、こちらのチケットを購入していると、まあお得というか、こう、プラスアルファ。ね、いろいろとですね、まあ、もらえるよと。まあ、お得に高個体値厳選できるよ、みたいな、そういったイメージかなと。まあ、なので僕もですね、自分で買う時もありました。あと、まあ、フレンドさんからね、こう、ギフトでいただく時とかもね、あります。もう、そういう時はね、すごいありがたいなと思っているんですけれども、まあ、逆に僕がね、送ったこととかも、まあ、あるんですけども。はい。そういったものですよね。で、これが、誤って、はい。購入してない方や、要は、フレンドさんからこう、プレゼントされてない方にも届いてしまうという不具合がございました。で、この不具合がですね、当日の、まあ、イベントが、コミュニティが始まったのは14時で、14時から15時、ざっくりですよ。14時から15時にログインしたプレイヤー、割と、
と多くの方、もう個人的にはなんかその皆さんの反応見る限りだと最初の1時間でログインしたユーザーさんを全員なのかなとかに配布されてしまいまして、で、これがまあ1時間ちょっとしたら、ナイアンティックさんが多分気がついて、この不具合修正してね、配布しなくしたっていうのが、まあ、これが当日あった話ですよね。これに関してはもう動画でお話ししているんですけども、ここの続報ですよね。はい。で、今回、これが起きたことによって、チケットですよね、に課金している人、課金してない人、どちらでも課金しなきゃ入手できないアイテムが配布されてしまったと。で、これによってですね、だったら、それ知ってたら課金しなかったよと。ね。道理としては、わかりますよね。だって、じゃあ、例えばさ、僕、ポケモンね、グッズ買うから、ポケモンセンター行ったとするじゃないですか。ポケモンセンターで、じゃあ、値段同じぐらいの、150円のポケモンセンター限定アイテム販売してまーすって言われて、で、それを買いに行くじゃん。で、買いに行ったら、なぜか、その週末行ったら、週末ではそちらの150円のアイテムが、どうぞ皆様サンプルでーすって言って、普通に配布されてたら、え?ってなるじゃないですか。で、この、ってなったユーザーさんですよね。が、ナイアンティックにお問い合わせをしたんですよね。はい。ナイアンティックさん、その何かゲーム内で不具合があったとか、バグ発見したよとか、そういったものをですね、こう、ゲーム内のお問い合わせフォームっていうところから、ユーザーが、送ることができるんですよね。で、そこの問い合わせフォームで、ナイアンティックに、ちょっとナイアンティックさんと、今回、ヨーギラスの、復興コミュニティで無料配布チケットされるって知っていたら買わなかったと。もう補填してくれと。これの補填をしてほしいと。お前どうなんやと。いうようなですね、お問い合わせ。ちょっと文章はね、いろんな方がやってるので、各々違いますけど、お問い合わせを送ったらですね、ナイアンティック側からですね、今回すいませんでしたと。で、今回ごめんなさい。だから今回のちょっと補填としてアイテムをお送りしますみたいな。なんかお香とか、そういったアイテムがですね、3つぐらいですかね、入ったやつを、アカウントに送ってきたという情報があったんですよね。で、まずそもそもなんか、これに関して、みたいな。なんかちょっとアイテムしょぼいな、みたいな意見はあったんですよ。ただ、これは正直、なんか中身に関してよりも、この後の話の方が実はやばくて、この補填ですよね。問い合わせをした人全員にやってるのかと思いきやできてないユーザーさん、つまりごめんなさいっていう返信しか来てないユーザーさんがいたということらしいんです。だから、こういったヨーギラスの、コミュニティデイのバグ、どうにかしてくださいとか、補填してくださいってこう送った人の中で、ごめんなさい、アイテムあげますっていう風にしてくれた人と、ごめんなさい、今後は気をつけますだけで済ました人っていうのがいたということが、ちょっとSNS 等で、おのおのですね、そのお問い合わせの返信こんなんだったよっていうのをみんながやっぱこうツイッターとかに上げるんですよ。文章が違うのが分かっちゃって。これが、燃えてます。燃えております。ちなみになんですが、なんか返信がうやむやっとしてるから、補填お願いしますって改めて追撃した人にアイテムが来てたりとかするらしいんですよね。なのでこちらの動画見て、なんかその補填なかったぞ私みたいな方はですね、お問い合わせ送ってもいいかもしれないんですけども。しかもこれ面白いのが、ナイアンティックのお問い合わせだとアイテム補填っていうので、なんかそのごめんなさいって済ましてるんですけども、Google や、あとは Apple Store とか、つまり iPhone と Android のそれぞれの、要はポケモン GO をこう出してる会社ですよね。プラットフォームとして提供してる側ですよね。に、今回の不具合と返金に関して問い合わせをした人たちっていうのは返金がされてるそうです。はい。返金が成功したよっていう声も上がってきているので、今回の件は、もうね、もうぶっちゃけちゃうと、もうナイアンティックさんの対応が、要はちょっと均一じゃなさそうなので、だったらもう、それを下ろしているプラットフォーム側ですよね。プラットフォームっていうのかな、この場合ちょっと違うかもしれない。そうですよ。Apple Store とか Google Play とか、そういったところに対して僕のやってるアプリこんなことがありましたよっていう方が効果的かもしれないです。
うん、なんかあんまり多分ナイアンティックさんはそういうこと言ってほしくないかもしれないですけどね、このこれに関しては。うん、そっちだと多分問答無用返金になると思うんで、うん、まあでもアイテムのそもそも配布するしないの差があるっていうのもちょっと違うよねと思いました。あとなんかね、これは昔から正直あったんですよね。例えば似たようなバグがあったよと、似たような不具合で被害を受けました私はっていうのをこうナイアンティックに送っても、その時時によって、まあだから担当者なんですがね、のによって、返信の内容が異なりますっていうことは昔からありました。なんかね、多分お問い合わせ窓口を、昔もね、これ似たような話したんですけど、お問い合わせ窓口の人間ですよね、ごとに多分その把握していることとか、あとは、まあ、権限とかなんですか、なんかアイテム配布できる権限持ってるのかどうかとか、まあもしくはなんかそのもっと偉い人はすぐ出せるけどさ、ちょっと下の人だったら先、上に聞かなきゃいけないから一旦ちょっと開封しないでおこうとか、なんかわかんないけど、まあ、とりあえず対応が違うことだけは昔からもう正直有名で、だから今回もそれが起きてしまってるって状況なので、まあ、どうしてもこれちょっと解消しようみたいな方は、まあ、そっちじゃない方法を取った方がいいと思いました。ルートと、あのゲーム内のお問い合わせじゃない方がいいんじゃないかなと思いました。うん。で、まあ、個人的に思うところなんですけれども、なんかもう、あまりに今までも起きてきた、似たようなことがね、起き続けているので、個人的にはなんか、またかって思いながら、あ、じゃあ、そういう時にどういうふうに対応するべきなのかっていうものの情報共有をユーザーさんとするっていうのが、まあ、まずは最短で一番やるべきことだなと思って、まあ、この動画撮ってるって状況ですよね。で、それとはまた別で、じゃあ、感情的なところみたいな話、なんかちょっと個人的になんかないかなって考えたんですけども、なんかあんまないかもしんない。もううーん、またかって感じではあるよね。ただなんかそのやっぱそのね、最近こういう動画出すたびに似たようなこと言ってるんですけども、もう多分ね、体制が変わんないと思うんですよね。うん、変われよとはもちろん、変わった方がいいよとか、これ良くないよねっていうことの発信とかして、まあなんか見てもらいたいなみたいな、ユーザーさんにもそうだし、ナイアンティックさんにも見てもらいたいなとは思ってるんですけども、ほんとちょっともう多分ね、ナイアンティックの人が見たら気分害すかもしんないけど、多分もうどうにかできる企業さんじゃないと思う、僕は思ってるんですね。そういう、全部のユーザーに、その、フラットに問い合わせが来たものを全部一律で管理して一律で対応をするとか、そういったことが多分もうできない体制がずっと続いちゃってる。なんかね、昔はなかったんですよ、問い合わせフォームみたいなのが。でも多分そのユーザーさんからいろんなこう声が上がってくる不具合に関して、どこにいやいいんだみたいな、ツイッターだけだとおかしいだろうって言ってゲーム内で用意したはいいものの、結局それを運用して管理して、っていうところの準備が多分できないというか、他の企業さんだとさ、例えば電話番号があったりとかさ、問い合わせのメールのところがあったりとか、で、定型文で返信だけしてチェックするような企業さんもあれば、リアルタイムにガンガン返信するタイプもあるじゃん。ナイアンティックさんは、リアルタイムには返信しようという多分意思はあるんだけれども、まあ、企業としての多分、こう、かけられる、そこに対して避けるリソース、を大幅に超えてるんだろうなと思います。まあなんかそれに関して、なんか、ダメだよねっていうのはまあ簡単なんだけど、なんか、あれだなと思った、ちょっと違う角度から言うとね、やっぱり、ナイアンティックという企業は、ポケモン GO というゲームを運営するにあたって、絶対的にその、人、リソース、技術力、やっぱ、ずっと足りないんだなと思いました。面白いゲームを作ろうとか、いろんな人が参加するようにゲームを作ろう。で、それのためにポケモン社さんと一緒にタッグ組もうみたいな。多分最初の構想が、まあ、あって、で、そっからずっと運用していて、イベントの打ち方とか、何をどういう風に色違い入れたらいいかとか、多分、わかんない。相談しながらだと思うのよ。なんかポケモン社とも絶対権利関係があるから、相談しながらだと思うけど、そこはまあ、なんとか、ある程度なんとかしてきたけども、その安定して、ユーザーの不満というか、その、何か問題を吸い上げて、それを改善する、カスタマーセンターのクオリティを上げる、不具合を直していくみたいな、そういうなんかそのマイナスをこう潰していく作業っていうのがやっぱりすごく遅い企業さんなので、でもってことはだよ、自分がそのなんか組織企業にさ、まあ、いた時もあるから、そういう状況ってじゃあ内部的に何が起きてるんだろうなと思ったら、まあ僕はもう人がいないんだろうなって正直思っちゃってます。てかみんなもそう思ってんじゃない？
ね、なんかね、去年とかニュースになってましたよね。要は、社員結構その減らしたみたいな。まあ、日本のナイアンティックもなのかは知らないですけど、ナイアンティックさん側がね、その開発していたアプリゲーム、いくつかもうその普通に自分のところじゃなくて別のところ渡して自分のところで出さないようにする。だからその多分いなかったんでしょうね。人がね。とか、社員の中で何人かちょっともう辞めてもらったみたいな話とかもやっぱあるじゃないですか。だからもう増えてないんだろうなっていう印象ですかね。なんか昔からいた社員さんとかも辞めてっちゃってるしなみたいな、こんな話するとすごいゲームの末期感漂っちゃうな。あんま良くねえな。まあでも素直にそう思ってます。だからそのポケモン GO を運用するっていう意味でのそのなんかそのイベントを作る、新規のポケモン入れる、なんかサプライズやるとか、そこの人はある程度いるけど、他がやっぱ足りてないんだなーっていう感じですね。でもなんかだったらなんか毎回定型文で返すとかにした方がいいと思うけどね。何なんだろうね。誠意ある対応したいが、誠意を全てのユーザーに行き渡らせるだけの人がいない、その内部的なリソースが足りないので、結果的に不誠実になってしまっているみたいなことなのかな。なんかそういうイメージ、印象、今回の、まあいろんな事件に関してはそういう印象で僕は見ております。普通にその、いや、そのサービスを提供する側ですよね。が想定していたことと違うものですよね。が起きてしまったと。で、ちょっとこれはどうなんだって思っているユーザーが複数にいて、その人たちの中で差をつけるっていう行為っていうのは、まあ今の時代さ、SNS がこんだけ発達しているから、まあやったら炎上そりゃするよね。まあ昔からあったと思うんだよ。なんかさ、お金持ってる人とさ、そうじゃない人でちょっと対応変えるとか、不当客なのかどうかみたいなので対応変えるとかは、その多分内々とか、その分からない範囲ではいろんな企業さんとかやってたりとかはあると思うんです。でも少なくとも問い合わせのとこでは、いや燃えるよねって感じ。やっちゃいけませんよっていうか、やったら燃えるよ、当然のことだよという、そういう感情です。ということで、まあ、今回の件に関してですね、よかったら皆様のご意見いただければなという方に、思います。コメントください。はい。あとは、まあ、さっきも言った通り、多分、ナイアンティックさんに言うよりも、こういうことが今後も起きたら、それよりも、まあ、アップル、グーグルですよね。アプリ落とすじゃないですか。ね、それぞれのストアで落としてると思うんですよ。で、そのストアのところのお問い合わせですよね。の方が話が早いかもしれませんという情報共有でした。すごくこれ、アプリ出してる側の企業さんはすごく嫌がる話だと思うんですけども、でも結果的にそっちの方が楽なんじゃない?なんか売り上げ的にはマイナスになるかもしれない。痛手かもしれないんだけど、なんか、だって、なんかそ、変な話さ。不誠実だっていう風に毎回言われるぐらいだったらさ、なんかごめんなさいって言ってさ、返金した方がさ、早く炎上は収まるって。そういう企業、そういう対応してる企業さんいっぱいあるってね。まあごねどくみたいになって、なんかそれをなんかその被害あってないのにやり出すユーザーとかが増えないようにはもちろん対応必要だと思うけどね。ナイアンティックさんに思うのは、結構いろんなアプリゲーム出してるさ、会社さんってほんといっぱいあまたあるじゃないですか。別に日本だけじゃない、海外だっていっぱいあるんだから、そういった企業さんがその評価されてるところというか、もっと取り込んでいただきたいなと思うんですけども、なんかの理由があって難しいんですかね。まあそこに関しては僕は分かりませんけどもね。はい、ということで、まあちょっと問題点と話と、まあある意味解決方法みたいなね、ところの話、感情についてでございました。ということで今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタンチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。